激しい攻撃で止めなければなりません。さあティップオフです。まずは白のユニフォーム富山グラウジーズの攻撃でゲームが始まります。6対0先行する富山に対して島根、コーナーの杉浦、これが決まります。よく決めましたね、やはり今ここ島根はペースアップしたいですね、はい、アタック仕掛けるか。トラビス自ら行きました。これ落ちますが自らリバウンドで す、ね、自らコップアップしていきましたね、はい、キックを使って抜け出すか。白浜に託しました。ここはよくボールが回っています。素晴らしい動きですね。白浜選手の、はい、白浜のファールです。はい、ここもスティールです。しっかりカットしましたトラビス。そして一気に行くブルックス、いいですね。ただ島根序盤いい形切り込んだ北川です。いいですね。さらにポイントガードの山下も入っている島根サドマジックです。こう富山はゾーンに変更してきましたね、はい、ただその中でロング気味のシュートを打ちましたブルックス。一気につないだブルックス、マッチアップですがそのまま一人で行きました。決まりました。いいですね、ブルックス選手。バスケットカウントです。常に出だしから続けていますね、はい、見事なペイントエリアへのアタックでした。バスケットカウント、山下の冷静なゲームメイク、阿部陽につなぐ。そして二課しっかりここもボールが回ります。一つ魅力アシストで得点を演出した最後の島根の攻撃、これが決まった。阿部陽選手こういったショット本当に強いですね。またショットであったりこの最後のギリギリの、ここは外でボールを回す島根からのアタック。ビフォード、いやいいですね。やはりあそこに対してスミス選手あれ以上もう出ることできないので、はい、そうですね、まあ、やはりこのペイントにアタックしていくという部分は非常に継続できてはいる、はい、ブルックス強引に中に行くか入り込めるか。なんとかねじ込みました。なんとか決めてきましたね、はい、あここから走れるか島根。ビフォードはそのスピードアタック力もあります。キックアウトで杉浦のスリーポイント、ここで決まりました。プレーでしたね、はい、見事に決まりました。速さ見せてオフェンスリバウンド、いいですね、はい、やはりやられてもこういった形で返していく。ピックを使ってビフォードが前に仕掛けていく。そしてキックアウトスリーポイント、北川来ました。いや、いい形ですね。キックをスイッチしなければいけない一つちょっと要因を生んでるかもしれないですね。さあリバウンドから早くいった島根、叩き込みました二課です。いや、いいですね。なってしまっているので、まあ、そこでショットを選択して決めきれればいいんですが。さあそしてこのスピードです。白浜、いいですね、決まります。今のはブルックス選手がうまくクリアアウトしていましたね、はい、今のはやはりテンポアップを図りながら、ただこれ強引なショット、オフェンスリバウンドの強さはあります二課です。二課選手ねじ込みましたね、はい、やはりこの辺りは連戦の疲労が出ているかもしれないですね。なるほど。ただそれでもリードをここまで保ち続けている。ただ一方島根ルーズボール、ブルックスがもぎ取りました。ニカにつないだ、これはねじ込みました。そうですね、まあ、島根としてはもうとにかくこのアタックを続けるしかないですね、はい、ペイント内で持たせては守るのはほぼ難しいですね、はい、ただ一つ北川ミドルショットジャンパー、インサイド強固な強力なマッチアップでしたが制したのは島根。そして2回が叩き込みます。いや、素晴らしいプレーですね、はい、点差カットする道筋が出てきそうにないですね、はい、一つこの2回先ほど叩き込み打開できるか。駆け上がったブルックス、リバウンドブルックスです。セカンドチャンス、ただその後いやボールキープした2回です。なんとか粘りましたね。使い方ということも考えるとそうです、ね、こういう部分重要になってきますね。やはり今後試合がどうなっていくか分かりませんからね、はいはい、島根にとってはこのまあビッグマンとして今シーズン特に必要とされている部分って多いと思うんですけれども、そうですね、まあ、やはりそしてこの橋本選手、はい、いや宇都選手プレーの幅っていうのをしっかりと広げてほしいですね、暗い期待。島根は神里スリーポイントが決まります。残り2分です。この後リバウンドにしっかり絡む阿部から小坂、このインサイド一旦外に出します。杉浦スペースしっかりついていきました。いいですね。さあただ僕さん、やはりこの富山の猛攻というのが特に後半戦見事でしたが、そうですね、大きなここも点差をつけている90得点以上にかけているシーズンにはなっている島根、最後の粘り。
マクボールをつなぎました。いい形でしたね、はい。さあただそのリーグナンバーワンの攻撃力を誇る富山クラウジーズ、後半一気に突き放した、その攻撃力が牙を剥きました。見事な猛攻です。